エーブアヘアカットとも呼ばれる音楽は、単純な7音からなるクプレ、またはリフと呼ばれる楽説である。一般的に音楽の最後に用いられ、喜劇的な効果を伴う。メロディのみならず、リズムとしても、例えばドアのノックにも用いられる。2ビッツ2ビッツとはアメリカにおいて25セント貨幣を指す昔の言葉であり、6ビッツで75セントを指す。 最後の2音の歌詞は時として、ゲットロスト、ドロップデッドなどいくつかのバリエーションがある。イングランドでは、5ブボブとも歌われる。いずれも今は使われることの稀な言葉が歌われている。この学説が使われた、最初期の例は1899年のチャールズ・ヘールの歌、暗い街のケークウォーク ATA ダークトーン・ケイクカックである。 同時期の他の歌にも用例が見られる。同じ学説がブリッジとして用いられた例としては、H.A. フィッシャーによって1911年に書かれた、ホットスクラッチラグ、ホットスコッチラグが挙げられる。録音された最初期の例としては、1915年のビリー・マレーと、アメリカン・クアルテットのオンザ5時15分という楽曲で、最初と最後に用いられている。ジョエル・セイヤーは、小説、視聴、 ヒッツオナーで、シェーブアヘアカット2トビッツのリズムで、交換マルタは強く吹き鳴らし、すぐに浜辺の船職人たちが皆それに調和したと書いている。これは、すでにこの時期、この歌詞がこの学説とリズムを表すと周知されていたことを示唆する。1939年、ダンシャピロ、レスターリー、ミルトンバールは、シェーブアヘアカットシャンプーを販売した。 コマーシャルソングの終わりにはこの学説が用いられており、周知された歌詞はこの商品名をたやすく連想させた。最後の2音のみでこのフレーズを示唆することも多く、行われる。このメロディは、改造された車のクラクションでよく聞かれる。またドアのノックオンとしても用いられるほか、アマチュア無線でのモールス信号の更新の最後に、付け足される。アメリカ海軍の元囚人兵。 ドゥグ・ヘグ・ダールによると、ベトナム戦争時代、映像の隣の部屋の囚人が、アメリカ人かどうかを確かめるために、シェーブア・ヘアカットの最初のゴーンを壁越しに叩き、後続のリズムを待ったという。そこから、タップコードが生まれたという。シェーブア・ヘアカットは、数え切れないほどの音楽のコーダや、集結部に用いられている。特に、ブルーグラスの弦楽器とは強く結びついており、 古原番上が特に用いられる。アール・スクラッグスはしばしばこのフレーズあるいは類似の、それによって音楽を終わらせる。テレビ番組、ジャジャウマオクマン長者では、このフレーズが鳴るとコマーシャルに移ることを意味した。この Q はブルーグラススタイルで演奏されており、シェーブアヘアカットがブルーグラスの最も定番の集結句であることを周知させた。 録音およびパフォーマンスにおいても数えきれないほどの例が挙げられる。いくつかの例を挙げると、メキシコではこの旋律は非常に攻撃的で無礼なものとされる。特に歌詞は、お前の母ちゃんを犯かせ、尻の穴をな、チンが妻どれ、コブローンと歌われる。イタリアでは、ババアを殺せ、フリットで、アマッティッサラベキアコルフリットという歌詞で知られる。フリットとは、 第二次世界大戦前後の殺虫剤 DDT のイタリアでの商品名である。2番の歌詞もあり、それでも死ななきゃ、毒ガースで、イーセノン・ムオレ・コルガスと歌われる。これは、特に1980年代にイタリアで放送された、ロジャー・ラビットでのイタリア版の吹き替えのセリフによって、イタリア全国に広まった。歌い間違いによって広まった例として、フリットの部分はクリックとも歌われる。 この場合は、合冊ではなく、撲殺の意味になる。フリントとも歌われるが、これは、イタリアの家庭大所用 LP ガスの商品名である。いずれにせよ、イタリアでは、攻撃的ではなく、ジョークとして理解される。スペインのカタロニアでは、蛇の花、サンボイナズデバラッカ、サンボイとして知られ、ドアのノックでも、日常的に用いられる。続きの歌詞は、子供にはキャンディーを、 シンクでカーマローズ・ペルノイとも歌われる。日本ではプロ野球のアウトコールで有名である。テレビ番組シルシルミシルにてプロ野球応援団に取材を行った際にはオクラホマミキサーやカックン・ルンバ等が由来であると説明していた。いずれも引用されたのはヒゲソリド・カット25セントと全く同じリズム、音程の部分であるが、どの曲が原点であるかは各チームによって、 バラバラであった。ありがとうございます。